Also, Jean's proportions are very strange. Again, she looks very mature and older. And her and torso tall. Is just really big. Yeah, yeah. And her armor is humongous. Yeah. Okay, what 17, like, okay. It's Warhammer 40k? Yeah, got that Viking woman build. Realist hero. Episode 14. Oh, we getting another war? What? What is Maria doing? Whoa. Oh my, new opening. Okay, love song. Short hair, not blue eyes. Just go for Maria, bro. Oh, it's about to get darker. Oh no, he's about to be met with resistance for the first time. Yeah. It's just been smooth sailing this entire time. Okay. Oh, no, never mind. Amidonia in the lion's skin. What does that mean? What has this goon been up to? もっとも以前はこんな空気が普通だったのじゃが今や大臣に官僚この衛兵にメイドたちまでもが慌ただしく働いています中でも最も働いておるのは婿殿じゃ。 Just let us know. Other! Stop that! Well, then that's what he's gonna do. Yeah, uh-oh. He's the hero. He's gonna be the irregular. The irregular realist misfit. Whoa, did I miss something? Yeah. A dark magic? Yeah. The number of people that can use dark magic. Sick. 女の子に守られる勇者ってやっぱかっこ悪いよな。白夜殿が探しておられます。晩再開発の話し合いをなさりたいと。晩の再開発案ができましたのでご覧ください。白夜、やりすぎ。効率重視すぎる。 Erasing the identity of the city in the meanwhile. Sounds profitable. Oh, right, yeah. This means that you have to expand past it. You have to become conquerors. この時期に再開発は必要なのでしょうか。この時期だからですよ、ジュナさん。職を失った兵士たちの雇用確保もしなければなりませんし。街には少し物が出回ってますわ。まだ足りません。例えるなら。 痩せ細った人が要約ものを食べられるようになったぐらいです。なるほど。陛下の深いお考え、よくわかりました。Yes。交通網の整備状況は。ただいま軍が総力を挙げて行っています。それと河川にも8本ほど橋を設置したのですが、しかし、いざ返還を迫られた時に無駄になりませんか。皇太子ユリウスが返り咲いたとしても、王国の作った設備をそのまま使うようなことはありません。 皇太子の威信に関わります。俺の名のようなものだろうと使えるものなら使うけどな。やっぱ people have that kind of pride。陛下ならばそうなさるでしょうね。どうせなら嫌がらせでもしてみるか。嫌がらせと申しますと。橋に俺たちの名前をつけるんだよ。8本だったよな。じゃあ相馬橋。Oh my god, everyone gets one。アルベルト橋。変換することになってもエルフリーデン王国によってかけられた橋となれば。
destroy the bridges and then build back up. And... 住民は利便性を失われて反王国派を恨む。みんなの反対がないから採用。Manipulative guys. では、私たちはこれで失礼いたします。Very stilted. Shing! やっぱり帝国にバンの返還を要求されたら断るのは厳しい。本当なの？あの勇者召喚がうちの国への配慮だったってこと。まあな、聖女が無体な真似はしないだろう。そんな肩書きを信じた。Only on the sly。肩書きは便利だから掲げるんだ。グランケイオス帝国も必死に国を維持しようと努めるただの強国でしかない。ご報告します。グランケイオス帝国軍およびアミドニア公国の交渉団が到着しました。Oh, I missed information cards. 大陸歴1546年10月21日、ついに。グランケイオス帝国軍精鋭5万がバンまで1日という距離に布陣した。その兵力を後ろ盾に。Cannons mounted on the back of those. Oh, it's like Star Ocean. かつてバンを領有していたガイウス8世の息子、現アミドニア皇王ユリウスアミドニアがバン城に乗り込んできたのである。戦に負けたのに帝国の力を借りて領地を返せというどこかの王ほどではありませんよ。Sorry, talking trash. Yikes.Yeah, yeah. Easily provoked. 横の方は手だれです。さすがは相馬を、良い家臣をお持ちですね。それはどう？ Yeah, she's fine. この場で殺される心配はしないのか？私は和平の使者として参上したのです。なぜ害される心配がありましょう？ Says that with such a pleasant smile. 俺が相馬和也だ。我がアミドニア公国は人類宣言に加盟している。条文には武力による国境線の変更は認めない。バン及び周辺領地の即時の返還を求める。勝手なことを言う。エルフリーデン王国に侵攻してきたのはどちらだろう。This one。そのくせ破れれば人類宣言を盾に帝国の意向で領地の返還を求める。エルフリーデン王国の侵攻は父ガイウスの独断だ。キレンも blaming his father now。同罪。まずは侵略を詫びるべきなのではないか。相馬王の言う通りです。こちらは領土返還をお願いする立場にあります。戦をガイウスの独断だったとはいえ、Again, blaming your dad. のは不徳の致すところ。つまり帝国も我が国に対して、バンをはじめとした占領中の領土返還を求めると。そうなります。As long as she's clear about it, that's good. 断る。正気なのか？人類宣言に立てつくとは占領下にある国民を解放せねばならない。 Yes, Russia. 解放ね。果たして Yeah, ethnic minorities. Yeah, but he's even like turned the hearts of his own of Amidonia against him. Kind of. ここに来られる時、バンの街に How happy and prosperous they were. He's doing better under us, bro. Just become a citizen. ならば今のバンの色をどう見る。最初、バンに入場した時、俺が感じた色は灰色だ。個性のかけらもなかった。壁を自由な色に塗れる。今のバンと、貴殿らが治めていたかつてのバン。果たしてどちらの方がいい街かな。貴様は、oh, man. ユリウス殿。Yo, Julius needs to chill, bro. Yeah. He's mad because he's right. The king is. 相馬王。Julius is mad because he's bad. He's gonna get. 俺は事実を言っただけだ。誰のせいだ。貴様らエルフリーデン王家が父祖の土地を奪わなければ。アミドニア王家は二子にはそれ。Blaming a couple generations up。だが、むしろ我が国に害を与え続けてきたのは貴国の方だろう。アミドニア公国に扇動されたエルフリーデン王国内の貴族の一覧にございます。アミドニアは反乱を焚きつけ、不正をそそのかし。王家に対して非協力的な態度を取るようけしかけていたのです。Yep. They put the Slav safe colors on them, so they got these written impressions. That's right. ジャンヌ殿、I think, right? アミドニアは人類宣言に協力するふりをしながら、裏で他国の内政に干渉していたのです。I guess John would know that, yeah. 復讐などとよく言えたものです。復讐ってお題目さえ唱えておけば、自分たちの失政を隠せて、国民の怒りをエルフリーデン王国に向けられる。貴様ら！ユリウス殿、煽らないでいただきたいと言ったはずです。
ユリウス殿にはご退席いただけないだろうか。A deal between the Empire and him. Because you suck, bro. There was never any need for us to negotiate. Yikes. 武力を背景に領土返還を求めているのは帝国だからな。だとすれば、交渉は王国と帝国との間で行えばすぐことだろう。You're not worthy of it, bro. Come on, Ulis. Catch up, bro. Let's go.You're slowing down the show. He just throws temper tantrums and pulls out his sword a bunch. You can do it on your own, bro, if you want. Like him, yeah. Thank God he's out of the room now. Oh.心中はお察しします。ジャンヌ殿もご送検そうで何よりです。あれ、二人って知り合い？ Of course. They're both military too. 魔王領が出現する前でしたか。リシア、セリーナさんを呼んできてくれ。わかったわ。Intrigue. あ、そうだ。小さい頃、リーシアと二人で遊んでたって言ってましたよね。リーシア姫は昔よりさらに強くなられたようですね。と言われても、遊んでたって話がなんで一本取る取らないって話になるんですか。おてんばすぎるでしょう。Yeah, that's why the military types. 俺に対する牽制ですか。貴賓室にアミドニア皇王のユリウス殿がいる。主演を開いてもてなしておいてくれ。承知いたしました。ということでよろしいですか。堅苦しいな。でもそういうことだよ。では、keep an eye on him. 城の酒蔵にありますテキュールの古酒を開ける許可をいただきました。Oh yeah, oh, pop the expensive bottle. Soften him up with some nice liquor. はい、ユリウス殿には私めがお酌させていただきます。Bottle service girl. Are we in the club now? Yeah, yeah. 私のおもてなしを。Code word for be like.You want me to whore myself out? Yeah, I know, right? What the hell? And everyone else is like, huh? So, ma, tequila is strong and famous wine. So, if you drink such wine, then the role will last 10 minutes. You'll be passed out. Mutenasuki zero. Yikes! Like, wah, wah, wah. I will join Julius. It's really interesting.If you enjoyed the video, make sure to hit the like button and subscribe. Discussion is going to be up above in the card in the description or the pinned comment. Check out this video right here.